みなさんこんにちは、こんばんは。テレマルのテレです。今回は最近ドン・キホーテでお買い物をしてきた商品を紹介していこうと思います。イエーイ。このドン・キホーテの購入品紹介、本当は今日まるちゃんと一緒に久しぶりの2人で撮影の予定だったんですが、ぴょんちゃんがちょっと風邪をひいてしまって体調不良ということで、ここで撮っていくことになったのでちょっと寂しいですが、ぴょんちゃんもいるので一緒にやっていきましょうかね。今回は購入品の紹介と、あと収納とか、あと使ってる様子とかも撮っていけたらいいなって思っています。ではテルバージョンいっちゃいます。レッツゴー。はい、ではやっていきます。まずはこちら、こちらはメディヒールアクアリングアンプルマスク、フェイスマスクです。これは韓国の製品かな。これはもう愛用商品、リピ買い商品です。こちらは1480円。なんかね、たまたま行ったらこれ10枚入ってるんだけど、セールしててめっちゃ嬉しいと思って買っちゃいました。はい、では次、私のものシリーズで、こちらふわふわ、あ、ごめんなさい、ふわふわソックスかわいい。こちらは200円、あ、200円じゃない、128円でした。なんか100均のこういうモコモコソックスを去年買って入ってたんですけど、結構もうゴロゴロになってきちゃって新しいの新調してきました。はい、では次、ぴょんちゃんのヘアゴムです。お花になっています。でこちらは200円です。ずっとボブだね、ぴょんちゃん。ちょっと気分転換で、ちょっと髪の毛を伸ばそうかなって思ってます。そしたらこれ使おうね、どうぞ。はい、では次はバスマジックリンなんかすごい家庭的、主婦。我が家はお風呂の中はこちらのバスマジックリンを使っています。98円でした。では最後かな、こちら重たい、ドドン、ほろ酔い10缶入りで950円。すごいね、いろんな種類が10個入ってて、なんかいつも自分たちの好きなものがほとんどこっち側にあるんですけど、私は桃とカシスオレンジとこの白い方が一番好きかな。やっぱ好きなものしか買わないから、飲んだことないのもね、ちょっと飲んでみたいなと思って買っちゃいました。最近スーパー行ったらこのほろ酔いが118円とかで値上がりしてて、なかなか高いなって思ってたんですけど、10本で950円、安いと思って買いました。でこちら洗顔です。こちらは680円、モノプリス肌で、この洗顔、まるちゃんがスキンケア紹介、これいいよって言ってて、市販に売ってない洗顔を使ってるんですけど、私はそれがちょっと手元になくなっちゃって買いに行く時間が作れなくて、ずっとパーフェクトホイップで繋いでたんですけど、パーフェクトホイップも全然いいんだけど、もうちょっとお肌に良さそうなのと思って行った時にこれを出て、あ、まるちゃんも紹介してた人ちゃん買ってみようと思って買いました。です。購入品紹介はこのぐらいです。はい、いかがだったでしょうか。気になる商品があったら、試してもらえると嬉しいです。では今回も最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。テルマルからのお知らせです。1月2日、4日、6日、7時に通常動画アップします。楽しみに。